こんにちは、あつりと申します。今回は信長の野望を書き神話やっていきます。シナリオは1582年12月の覇王の後継者でやっていきます。使う国は滝川家でやっていきます。環境設定についてはナイルは上級で歴史イベントがあり、寿命と姫と台風がなしで釣りが標準でやってきます。で、今回 RT 動画になりますので、開始ボタンを押したらタイム計測となります。ということでやっていきましょう。滝川家ね、まずは呼び寄せ2人呼んで加増も行いましょう。よいしょ。それでは早速出陣します。威圧持って3000の兵力、下田湊に合わせながら清洲城に向けて出陣します。で、それ以外のメンツは鉄砲部隊で出陣しましょう。今のうちの技術状況だと、あのね、足軽で歩くよりも鉄砲担いでる方が足が速いんで、ちょっとおかしな現象なんですけど。で、全員目標を合わせて、とりあえず序盤の流れは OK です。で、我々滝川家について説明していきますと、同盟仲間はこの柴田家、柴田勝家のところと、あとは前田家、こちらは前田利家と織田信孝と同盟を結んでます。援軍要請の誘導もかかりました。これは後ほどね、活かせるかなと。このままでいいや。そしたら清洲城に合わせましょう。技法を受けないようにね、頼むね。危ね危ね。そしたら包囲かけましょう。関さんここ、滝川さんは右側行きましょう。いいね、いいね。進め進め。敵の城、OK、完全に包囲しました。やつ、 OK、 やつ入った。敵を動揺させれば先方のね、このつぶてってやつを使えなくできるんで、一定時間なんですけど、それをやって我々の兵力削るのを防ぐようにしましょう。清洲城制圧は問題なさそうだな。 OK ですね。 OK です。清洲城制圧できました。そしたら東洋で前田源義、織田裏臭い、あとは他は滝川さん、信金か、他誰でも仲間にできればいいんですけど、信勝もらうか。 OK で一発歩兵を行いましょう。だいぶ序盤 OK。 本田忠勝と家康が出陣、あとは酒井さんと服部さんがこのね、上田城に向けて出陣しました。どうも。そしたら没収で家宝を奪い上げて、で、加増奪った後に加増ってのも何とも言えないけど、で、投与ガンガン投与しましょう。全然いけないんだけどあれおかしいな。いけんね。他いけますか。小作りさん無理か。津川さんいける。小作り。そしたら再開で、この辺りやりましょう。そろそろ橋場家がうちの拠点攻めてくると思う。加藤清正、官兵衛と橋場秀吉。来るか。橋場家オールスターズが来るか。出陣しました。結構来るな。で、加増。滝川さん多め。95。停戦いきますか。いきますね。これぐらいいれば十分か。先に投与を行おう。東洋、東洋、藤方さんは、あいつか、石川さん。で、停戦。停戦に停戦。二人化すれば十分でしょう。一応建設。金銭確保。あとは奉行所建設。ここ1でいいや。OK。粘れるかな、柴田家。いたか。柴田勝いた。OK。停戦も成功しました。帰れ。さてさて、だいぶ順調ではある。いける。小作りさんの推薦はちょっとなんとも言え。カジさんいいね。どうも。自分から来るのは素晴らしいぞ。ああ、カラさんいいな。加増しよう。これ以上は上げられない。我慢して。そしたら、こいつらは移動で、小作り使えるな。こっちの小作りだな。桐山に行こう。もうちょっと投与したい。藤方さんは欲しい。昆布持ちなんで、普通に使える。ひねのか。もらえるもんは。
服部さんがボコボコにされてる。OK。そしたら門前町牽制しましょう。どうも。で、カズオね。こんなところか。協定ってまだ無理だよね、さすがにね。うん、いえ。さて、準備はできつつある。もうちょっと入り込んでもらいたい。ん、帰るか。岡崎城、帰還か。このタイミングで帰還か。だったらもう攻めるか。ここは攻めた方がいい。そしたら、出陣で。誰かしら。こいつら、小持ちか。OK。だったら、まずは、滝川一馬、鉄砲隊、二段撃。まあ、3900ほどで、下田港に合わせながら出陣します。あと、前田玄尉。2500。先生マケベさんと藤方さんだな、この中だったら。一応、先方持ってこう。OK。滝川さん。ほぼほぼマックスの兵力で、残りの武将は岐阜行きに走らせます。岡崎城岐阜行きに走らせましょう。まあ、知略低い武将がたくさんいますんで、そちらうまく利用してやっていこう。ここら辺も行こうか。こいつも低い。関さんは使える。このあま小作りも連れて、このもんだな。 OK。そしたら再開で、まあ、ここら辺建設19日間に合うか。うん、ここはやっとこう。奉行所と1。いいねいいね。ツツジヶ崎館の方行くんだ。あ、完璧だわ。だいぶいい流れだ。清洲戻ってきたので、まあ、農村建設はもう間に合わんから。そうだね。そしたらここは織田浦草に奉行をさせて、2人は移動桐山城、後々の橋化け対策。いいぞいいぞ。受けすぎでしょ。今のところ奇襲の心配もないし、さっさと包囲しますか。前進。滝川さんここね。進め。殴っていいや。さて桐山城一発防兵。あとは改築できるもんならしちゃいたいけど、まあちょっとリスキーだな。ここでいいわ。うん、そしたら農村建設。お味方の部隊壊滅しました。何があった？何があった？マケベさんここ進め。滝川さん殴る。こっちだな。承知。黒人衆気をつけて。敵の城、OK、完全に包囲しました。そして誰か死んだな。まあいいわ。誰か死んだけど歩兵はまだいいとして、小作り64。うん、チェンジだな。やつら黒人衆結んでて、盗撮の値が低いやつが攻撃しちゃうとこいつらが暴れ始めるんで出現しやすくなる。だから盗撮の高い滝川勝正だけを殴らせるっていう形です。そういうのも踏まえて隠居してないんですよね。大名のまんまだと盗撮が高いんで。いいね、よく混乱させるわ。素晴らしい。岡崎城制圧できました。そしたら戻りましょう。東洋、おお結構来てんな。まあ、ここら辺もらえるもんもらいましょう。一発防兵桐山。そしたら桐山では、まあ、鉄砲やぐら建設、これ急いでやろう。呼び寄せ、こいつら呼んで。あ、取ったんだ。 OK。 東洋は任せるとして、あんたらも全員とりあえず桐山。暇そうだなお前は。そしたら古書館建設。いろいろ施設が壊れてます。鉄砲櫓、ここも鉄砲櫓で数をね。協定江尻承認衆って協定いきます。いけるか。停戦期間はまだありますもん。2ヶ月。次お金が入る。1万2万ぐらいになる。まあさすがに、ああ、磨いないか。じゃあいや。まあ、投与しましょう。どうも。そしたら、奉行所建設。
人でやっても間に合わない。だったらいいや。一応建設で、桐山城では、まあ、鉄砲やから建設。ここも鉄砲やから。で、水田建設、これ来年用でいいわ。どうも水野さん、自分から素晴らしいな。今鈴木家取りに行くっていうのも一つの手なんですけどね。鈴木がもうあと熊野湊しかないんで、そこら辺も狙いたいところなんですが、まあ、使い道ないやつらはとりあえず、そうだね、桐山でいいわ。あとは移動で起用数、ごめん、あんたも桐山、ちょっと内政をしっかりやろう。協定で自社宗協定、無理か。まあいいや。一発防衛、あとは鉄砲やからを建設、要塞化を図りましょう。ここで一発防衛しますか。いいんじゃないですか。ここも一発防衛、強気に防衛。ここは長浜生きてるよね。オッケーオッケー。暴れてんな。大名自ら行くんだ。そこまでする必要あんのかな。橋場家との停戦終わって坊主、足軽坊主、神坊主来た。神が来た。神というか、ハゲというか。まあ、鉄砲やから建設だな。協定いけないんだっけ？無理だよね。OK。まあ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 、やることはできてるか。だったら、まあ、召喚建設しましょう。将兵は、待ってね、もう、もちろん解除されてて、商品もないか。OK。水野さん、暇だな。まあ、彼に戦わせてもいいんだけど、まあ、とりあえず奉行所でも建設しましょう。行くか。まあ、行くわな。武将誰がいる？賢者ってまだいる？もういないか。まだ探索で見つけてないのかな。もしかしたらね。いや。ちなみに契約って見に行けます？無理か。誰？ひねの寝返り。いいよ、あいつは別に。どうでもいいわ。そしたら改築を行いましょう。石垣。先導ね。戸隠しの助けとかじゃないもんね。オッケー、それならいいわ。ここら辺ちょっと時間かけずに行いたい。行け！引くぞ！いいねいいね。で、鉄砲やぐらよりも、ここ武器町建設。包囲された時用に。移動で岡崎、そろそろ攻める準備をしましょう。まあ、これは終わるわな。鈴木茂秀であったり、浪人流れてくれると嬉しいんだけどな。よう来んな。よう来んな。あとは、わらじとかもな、やりたい。やめてもらっていいですか。進む敵の軍勢が来るか。最悪坊主。出陣しました。鈴木！進む！いや、もうめんどくさい。兵糧もったいないし。協定、いけるね。いけるんだったら続けよう。メンツは？キバキバ足軽。まあ結構鍛えてるから大丈夫だと思うんだけど。なんとも言えんな。金もないし。壊滅しました。まあいいや、とりあえずこの兵糧確保。そろそろ攻めるか。前進。OK。自社宗協定成功するんだったら、まあ、攻めましょう。鉄砲櫓建設するか。鉄砲櫓。これぐらいばらけるんだったら、このままでいいや。勝負しよう。浪人は来ないか。こんにちか。こいつはどうでもいいわ。どうでもいいわ。承認宗教で行けますね。技術で、適正 C、この2人もらうか。改築やってないよね。OK。
わらじ進めましょう。自社臭の効果もあって開発は早くなる。で、鉄砲櫓建設、あとは歩兵、岡崎は歩兵屋までいいわ。うん、オッケー。あとは暇なら足柄学者建設しましょう。職人町建設、一門は清須。うん、オッケー。これぐらいばらけるんだったら大丈夫だ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。もう一発歩兵、強気に行こう。浪人来訪、結構いい部署くんじゃない。いねえわ全然いねえわ。協定江尻結びましょう。これで金銭問題も解決だ。嶋佐君は全然余裕だと思う。うん、申し分ないね。エジリ初日協定 OK です。秀吉もいるか。改築どれぐらいだと。拠点の改築は、うん、まあ430間に合うか。じゃあいいや、ここは耐えよう。このままでいい。多分包囲してくる。なんとかなる、大丈夫。さて、そしたら取引で、取引は無理だな。一発奇襲かけるか。滝川さん失敗してもいいから行こう。まあ大丈夫だな、全然。黒人にしようか。余計なことしなきゃよかった。余計なことをしなければよかった。帰ろう。進め、お味方の城が進め、完全に包囲されました。はい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 、こっちでいいわ。進め、逃げてもらっていいですか。黒人衆怖いんで。黒人衆前進。将兵も吸収できたか。まあそれは素晴らしいな。 OK、 やることはできてる。そしたら次兵糧関連を集めなきゃいけないので清須城に移動。前進。うんうん、ぼちぼち徳川取るか。真田兵糧はないか。真田が終わる可能性。なんでこんな技法権で。お前らこんな兵力持ってこ。岡崎、そんなところだな。清須、そしたら農村建設。農村に農村。敵が我が領内に向かって出陣。わらじが入りました。いや、もうめんどくさい。金細胞。兵糧攻め、なんか、金、なんか、兵糧攻め受けてるんだけど、もう帰っていいっすよ。引け！まあいいや。さて、まあちょっと落ち着くか。OK、OK、十分だ。で、清須。そしたら水田建設。真田は、うん、よかった。斎藤智信が言ってくれたから生き残りそう。浪人登用、まあここら辺はもういいや。まあ大丈夫でしょう。まだ来てんの。来られるとさ、輸送できないから勘弁してほしいんで。水田建設、水田、うんうん、1万4000で取引に18分ね。オッケーオッケー。民を進めましょう。打ち込んで桐山暇人改築。そしたら奉行、取引で真田が終わるな、このままだと。まあ、これでお金入るから何とかしてくれればいいんだけど。一発防衛、移動で清須で防衛、取引であとは塩集めましょう。まあ、ぶち込もう。金兵糧は4000ちょっとあるか。
ちょっとあるとはいえ2万も膨らんだら厳しいわな。頑張ってもらうしかないな。契約で見進めます。こいつも来んの？よく来んな。で、貿易でとりあえず焼き物取引。日本刀いいね。日本刀一気に集めましょう。ギリギリ粘れると思う。多分6000何本運び1万か。多いな。花細胞も入りました。 OK。 技術開発は非常に順調だ。移動で、そしたらわけべさんだけ残していいや。こうだね。気をつけ。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。あとは農村建設。貿易日本刀にチェンジ。取引で日本刀いいね。日本刀の引きがいいわ。頑張れ真田。 OK。 あと一人。イエス倒せ。 OK。 素晴らしい。真田生き残った。しかもだいぶ兵力削れてるからこちらとしてはめちゃくちゃ大きいぞ。技術って今12いないか。三元槍も進みたいけどちょっと厳しいか。いや歩兵はやってるし、うん、そんなとこだな。 OK。 だったら兵舎建設、ちょっと内政もうちょっとやろう。兵舎建設に兵舎。民の名刀が手に入ったら攻める。やつらって手に入れてる？民の名刀ないか。 OK。 可能いるそれ。秀吉がアホみたいに突っ込んできた。交渉なんすか。あ、いいねいいね。これは割り符もらうか。うん、いいねいいね。そしたら水田建設、来年用でいい。で、兵舎を建設。で、兵舎を建設。忍びの里。ちなみに行ければでいいんだけど、協定で渡隠忍者衆協定。やつらが結んでんだ。徳川のやつらが。一発歩兵しましょうか。終わったか。やっと終わったか。なかったな。あったな。一人いいや。カジリさん、そしたら兵力を岡崎に運びましょう。進め。いや、そしたら援軍要請かけながらでいいわ。せっかくなんで。下田に合わせながら。お任せくだされ。輸送しましょう。で、水田建設。来年用。22分。まあ悪くない。30分。32、3分ぐらいに徳川取れればいいかなと思ってます。いけるかな。いけるかな。足軽学者建設。暇人、うん、水野さん、まあこっちでいいや。竹川さんだな。なかなかいい要塞になってきた。ラストに鉄砲やから、もうこれぐらいやればほっといていいわ。浪人って誰かいる？ああ、いらん。かかったね。あとは浜松を取りに行こう。水野さん出陣で兵力を輸送します。前進。協定で渡隠忍者衆協定。無理か。忍者を結びたい。先導もきついし。まあサボることなくみんなやることはできてるか。カジリさん、暇だと思うので鉄砲隊でいいので下田に合わせてほっつき歩いてください。これで民の名刀も入る。 OK。 民の名刀入りました。協定渡隠し、そろそろ頼む。取引で、あとはオランダを進めよう。計画させないよね。綿織物の漆器、うん、オランダ1200。これいけそうだな。まあ、兵糧は購入すればどうということはないので。取引オランダで OK だね。おい頼むよ。そこだよ、頼むよ。オランダ、まあ、奇襲の心配はない
とはいえちょっと苦しいな。で貿易で焼き物、山口さんいいや、ちょうどいいや。こいつ技法役に使おう。協定でラスト戸隠し、無理か。もう攻めるか。歩兵を行って次の月で無理だったらもう攻めよう。これじゃさすがにきつい。敵が我が領内に向かって出陣。よくんなよくんなうん、技法系でいいや。山口さん鳥居さんも言った。ああそういうことか。あーだったら攻めよう。さすがにこれは攻めよう。いや行こう。帰還で戻して、では出陣します。コブ持って出陣、下田に合わせながら出陣します。これは滝川さんにしようか。ギフォーケうん、それでいいね。うん、やることできてる。騎士来るぞ、危ねえ。行くぞ。うん、とりあえずそれでいいわ。で、協定でいけるもんならと隠し、オッケー、いけるね。美濃妙刀の力は面白いがいい。これでかいわ。里見も援軍に行ってて、で、ここで里見 VS 徳川になって、で、援軍要請の誘導がバッチリ決まった。オッケー、前だけに仕事ができます。敵部隊なんで今壊滅しました。なんで今の南條さん、いいね。城門を突破しました。鳥居さんの兵力も奪い上げよう。誰も歩兵してるんだよまあいいわ、まあいいや、めんどくさい。前田芸人に歩兵させる。おお結構増えたな。赤尻さんでいいわちょうどいたわ。で歩兵ね、オッケーです。浜松港制圧できました。我が領内に向かって出陣。そしたら出陣でどんどん行こう。山口、山口さん出陣と、あとは暇人、知略の低い暇人、あ低いね。あこれでも低いわ。歩兵してます。ちなみにやってるか。まあ十分だな。あとちょっと内政やろう。農村建設、呼び寄せで暇人、わけべわけべ、まあいっか。真田の兵糧が心配、8000か。急ぐか。ここの兵力1万4000結構あるか。あるとはいえうちの敵ではない。うん、出陣しよう。岩月に合わせるか。岩月城に合わせて出陣します。あとは技法受け。ちょっと援軍要請誘導かけるか。鈴木重秀、下妻雷電、残りはかかった、かかったね。ちょこっと待っていったね、 OK。 変化なんすか。本田もサラブ、あーこの人返したくないね。ちょっとごめん、この人はごめん。秀次いらないいらないです別にいらないんで。どうせ小田原学祭技法受けるでしょ。さて岡崎、そしたら足軽学者建設ちょっとやらせよう。で清須ではまあ1個ぶっ壊して、いらない。農村建設頑張るね。技法受けてる、ちょっと待っててくれ。奇襲か、さすがにやるな。行くぞ。まあうちの敵じゃないでしょ。前進。激勝。オッケー。捕らえたり。真田の金銭は840、そろそろ技法ができなくなるな。あいつら危ないかもしれん。兵糧購入。イエス来たか。
行かない方がいいぞ。あ、でも次お金入るから、まあワンチャンありっちゃ。あー、でも上杉がいいタイミングでいったわ。これで戻るでしょ。消耗を突破しました。宮崎さんどうも。上杉がかなりいいタイミングで行ってくれたわ。ちょっとごめんね、やりながらで。弊社建設。あー、なるほど、上杉が行って開けば OK だね。あと弊社建設、水田建設に弊社建設、もうこんなもんでいいわ。ちょっと時間かけずにいこう。いいね、マジで頑張ってる。真田が躍動してるわ。兵糧がないか。兵糧購入、前田源、まだ経過職がないからな。大名出陣してるんで OK です。駿府城制圧できました。戻りましょう。で、兵糧購入しといて一発防衛。暇なら築城。いや、兵糧購入、あとは兵糧購入。もう一発防衛、今やってんのか。この兵力持ってくるか。いや悪くないな。ここ歩兵誰かしらにやらせよう。水野さん、南條さんでいいわ。2万何本あるか。それぐらいあれば十分戦えるな。あー、浪人、あー、はい、捕虜はいいな。めちゃくちゃ捕虜を充実してる。山口さん、築城行こう。高天神城築城。この兵力も運んでていいわ。どんどん敵に攻めさせよう。で、出陣で兵力を輸送します。騎馬隊、騎馬隊の方が早い。9000で大したことない。砲撃不足、そういうとこだよな。はいはい、魚介、お茶、魚介、魚介でいけるか。取引なんかしらある。次もオランダやりたいのでないか。じゃあいいや。あ、日本刀集めよう。日本刀は取引で一番使える。ぶち込ん で日本刀にチェンジ。ん、あ、すぐしてごめん、いたのに。結構食らったな、ダメージ。危ない危ない。よそ、普通に忘れてたわ。お任せください。うん、歩兵に全く歩兵してない。技術三軒槍できるな。3万ね。オッケー、ここが9月になったら攻めましょう。秀吉おもちゃか。結婚職入りました。ではでは出陣します。いつも通り岩槻城に合わせながら辻ヶ崎館に向けて出陣します。小田浦くさい技法行きに使うか。うん、移動一応もらうわ。羽柴が結構伸びてるな、それが気になる。あいつに伸びるとろくなことないからな。まあ輸送がてら、どこまで行ってんの。あー、羽柴、羽柴ってより黒人衆だ。何やってるんだ一体。まあ、とりあえず殴りましょう。行くぞ。まあ2部隊連れてきてるし大丈夫でしょ。あとはサボってるやつはいるか。うん、移動しようか。待って、移動じゃなくていいや。職人町建設、職人町建設と、あとは取引でオランダありますか。あるね、紙か。だったらいいや。移動で駿府城、脱走が多い。
取引、オランダ紙ぶち込もう。敵の軍勢が桐山ね、それは構わん、出陣しました。いくらでも構わん、大丈夫だもんね。オッケー、取引紙、紙で集めましょう。うん、だいぶ粘ってんの。城内に突入しました。取引紙、これでいけるか。2400いけるかな、どうかな。お茶、取引で紙、100何もできる。これでいけるな。敵が我が領内に向かって出陣。数は多いかでしょ、誰もいない、それはまずいね。まあ大丈夫だな、大丈夫大丈夫、石垣もあるし。こいつらお金はどれぐらいある。あ、金めっちゃあるか。イカ包囲かけるか、壊滅、確実に制圧していこう。あれ誰もいなくなった誰もいなくなったまあいいんですけどね。うん、オッケー、殴ろう。契約やってみよう。契約、オランダ、オッケーです。徳川家滅ぼしました。そしたら小田浦祭入ろう。呼び寄せで前田源福原さんで貿易でならば、まあ、目折りもの使えそう。日本と、まあ、こんなもんでいいよ、魚介でいいわ。登用できるもんなら家康、無理か。本田忠勝、大久保長安もらうか。あとね、稲さん、稲さん、服部さん、あんまいけそうもないあんまりいけそうもないな。服部さんもらうか。うん、歩兵しとこう。よしよし、だいぶ形になってきた。足軽学者の数は40、十分だな。だったら内政学者進めましょう。で東洋で家康、いや東洋、ガンガン東洋。酒井さん37分、うん悪くはないな。30分台に取れればいいなと思ってたんで悪くはない。飯田正、石川一正、本田正純欲しい。板倉さんいいね。で授業で、あいや普代でいいわ、小牧山城あげるわ。で加藤、大久保長安は使える。しかも真田が近くにいるからちょっと危険。終わる。服部さん入ったか。敵の軍勢が我が領土に向かって、うん、この2人じゃ無理だな。真田さん兵糧は8000何本。あーなるほどね。ジオ足軽適正上昇上げてもね。あー普代できてない、もうちょいできる。いや隠居するか、満を持して隠居で東洋。稲さん、大久保、小笠原、本田さん、やっぱ強いな。本田正信、本田正純、平岩さん欲しい。で軽く数、うん、オッケー。玉川、そしたら普代に高天神社をあげましょう。だったら出陣しよう。出陣で一人でいい、兵糧ないから。上田城に向けて出陣します。あと暇なやつらは移動でここに行こう。あ待って、駿府でいい。呼び寄せ、柿原康政はまだいないか。オッケー。で加藤、猪俣100でいいわ。で東洋もうちょっと欲しいな。あ推薦がひどいなまあいいわ、ぐちゃぐちゃ。そんなところだな。うん、ここら辺もらうか。浪人はゴミ、ここから時間かけずに行こう。それやめましょうよそれやめましょう。で、加藤
で、東洋は他はまあいいや、もういいや。殴っていいや。で、カゾ。本田正信は使えるぞ。100でいい。こいつらを100でいい。さて、技術もいけるね。そしたら移動で、こちらに。足軽適正高いやつ。使える。酒井さん使える。B でも高いやつ。今もさ、使うか。あ、酒井さん、ごめん。酒井さんも移動で、桐山城。授与で足軽適正上昇。井上さん。あとは奉行で。ここは石川一馬さん任せるわ。筋ヶ崎館は特産品が結構いいんですよ。特産品が結構いいんですよ。それ殴ってたっけ。鈴木敵部隊壊滅しました。お委任でいいのでお願いします。呼び寄せ。そしたらここは榊原康政。あと農村建設。暇なやつら農村移動で、こいつら移動させますか。うん、こんなもんでいいや。で、募集、家宝募集。消えたな。まあ大丈夫っしょ。兵糧もそこまでないしな。山村さんか。あいつは別に死んでもいいわ。さてさて、そしたら桐山はまだか。農村建設。いらないもの破壊。いらない、いらない。農村。ここも農村。まあ大丈夫だな。そしたら技術で三元槍進めましょう。ん？いね、どこ行った？あいつどこ行った？やってるか。ん？イエスは？どこ行った？あ、ここか。あれ、どこ行ったの？あれ、間違えた私。なんか動きがおかしくなってた。ね、協定、OK、大丈夫かな。そのうち兵糧おきれいになると思う。1300だもんね。ちょっと雪村も倒したいので、出陣しよう。本田忠勝、出陣。軽くでいいわ。任せはあれ。ふん、まあ、それはいいわ。妖精、岐阜城防衛。あ、いいね。奪いよ。行かなくていいや。めんどい。城門を突破しました。うん、敵に攻められないようにこれ輸送しよう。承知しました。まあ大丈夫だな。技術三元槍。貿易オランダやってる。オッケー、大丈夫だな。山村さんは別にいいや。うん、将兵欲しいところではあるけど、いいや。OK です。上田城、制圧できました。筒子ヶ崎館で、東洋で、真田正幸、あとは、雪村。まあ、ここら辺、置いていこうか。信行、矢沢さんと、他はそうでもないね。うん、いいや。残りのメンツも移動。上田城。ここは水野さんに歩兵係を任せましょう。駿府暇人。そしたら水田建設、兵舎を建設。兵舎建設に忍びの里、兵舎で東洋で一応追いでいけるんだったら全力でも無理か。いや、間に合うしよう。東洋敵が我が領内に向かって出陣。逃げんなよ。危ねえ。おー、間に合わなかったか。危ねえ危ねえ。とりあえず授与であげとくわ。後で募集します。で、兵舎を建設。兵舎建設に兵舎、ガンガン兵舎。国産品不足か。貿易なんかしら。まあ日本刀使おう。うん、そしたら移動で上だ。
まあ、そこそこのやつ残すか。板倉さんも奉行にさせちゃおう。矢沢さんいや、このもんいや。一夜城できたそうです。そうですか。そしたら築城で真田正幸、海津城築城、築城雪村築城で飯田城築城で、残りはもう全部農村、すべて農村に変えます。いらないいらない、こんなんいらない農村。最後の兵力確保の拠点にする。ここは今頑張るのが非常に大事。あれ信孝生きてる、停戦結んだ。ああ柴田家が暴走始めたな。ここ本田忠和に歩兵係にさせるか。うん、歩兵係だな、パッと知るんだよな。はいね、兵舎を建設。兵舎兵舎兵舎。一夜城できました。普代に海津城、真田正幸呼び寄せ。歩兵は委任でいいのでお願いします。 OK、 飯田城もできました。ここも真田幸村で没収、奪い上げて、どうもで呼び寄せ。さて兵舎建設、ガンガン兵舎。うん、協定で自社州協定切り替えよう。協定善光寺協定、まあいいんじゃないですか。なかなかいい感じに均衡も保つことできてるんで、この兵力そんなにいらんな。こっち行こう。承知しました。で兵舎建設、前田源氏も兵舎、相当な兵力の数になるぞこれ。やるか兵舎、町並みやるか、町並み、農村農村、本当にいっぱい建築できるな。ここは南方位が入りました。契約他はポルトガル進めましょう。本庄寺協定 OK です。橋場そこまで行ったか。橋場家攻め急がないとな。弊社そうだね、移動で本田忠勝ここでいいわ。あと暇人呼ぶか。暇なやつ岡崎は一人でいいや。駿府もここら辺呼んでもいい。清洲もいいや、ここら辺もらおう。さてさて、で弊社建設、まだまだ弊社、西日本攻めを急がないとな。西日本で農村 OK、 三軒槍ができました。桐山城、そしたら技術十文字槍進めましょう。岐阜城を逆に取ってもらって、そこでぶちのめすか。それでいいわ。うん、逆に岐阜城取ってもらおう。小田原はそんなもん、岩槻1万か。あそこは水攻めでいけるか。うん、ここら辺民通移動しとこう。あえて取ってもらったらそこ一気に攻めようか。急そう。あとは弊社建設、ちょっと一回もらうか。呼び寄せで本田正信、本田忠勝、どうも。
あ、いや、ちょうどいいや。帰ってか。なるほどね。今だと、兵力あれだからか。一回壊そう。いや、ごめんね。一回壊そう。ボーン。授業で、真田正幸が中世ゼロになったんで、これあげるわ。いいのあるんで。後でやります。うん、いいね、行こう。出陣で。岩槻城に向けて出陣します。まあ狙いとしてはまあ水攻めするのはもちろんなんですけど、次ね、足軽技術の開発が終わったら内政技術をどんどん進めていきますので、そのためにも北条のこの内政学者の数が欲しい。まあこれ終わるね。ひれもが早い。まあ問題ないっしょ。マジかよ、マジか。そのタイミングで裏切るのか。やるな矢沢さん、矢沢さんやるな。それ聞いてないよ。敵部隊壊滅しました。ちょっと誤算だな、これ時間かかったな。まあいいや、弊社建設。誤算にも程があるでしょ。それは予想してなかったわ。呼び寄せ。そしたら誰かしら、うん、6なのがいいね。服部さん、宮崎さん、もらうか。ちょっとロスった。矢沢さんの裏切りは予想外。自社宗協定切れたか。協定で自社宗協定、いやむしろちょうどよかったかも。戻ってここで協定結んだ方がいいわね。うん、それでいいわ、それでいい。技術開発も遅くなるしちょうどよかったわ。多分出陣で兵力確保で数を。真田信之も危ない。全然稼働してなかった。もう90上げるんで許して。あと暇人、呼び寄せ暇人。桐山もいらないね。こんな駿府もいいや。織田信孝勝ったか。時間をかけずに OK。 これでかい、むしろよかった。うん、まあメンツ悪くないな。ちょっとな、服部さんもらうか。どうも松倉さん。そしたら弊社建設、一夜城じゃなくていいから海津だけやるか。とりあえず陸上、ライブさん、大メディ。承知しました。うん、行こうか。貿易はちなみにポルトガルやってねえわ。忘れた。で、出陣。ちなみに契約他行きます？オランダとかどう？無理か。まあ出陣でだったら5000ほど。岩槻城に向けて出陣します。行け。真田無責任。進め。雲か。前進。勇気。なるほどね。うん、ここ伸ばされるのめんどいな。関さん、一回輸送を挟もう。ここでいいわ。進め。前進。うん、オッケー、それでいいわ。岩槻城は水攻めができる。殴ろうか。行け。榊原康政、南側。前進。敵の城。オッケー、もらった。完全に包囲しました。さて、この内政学者の数手に入るのはでかいぞ。入ってくるでしょ。で、しかも小田原の兵力全然ないんで、ここでとどめさせる。これでいいわ。水ね。駿府の兵力もそこそこあるから、多分降伏で終わるんじゃないかな。 OK です。岩槻城は制圧できました。北条、 OK、 北条取れた。小田原に時間かけなくていいのはめちゃくちゃでかいわ。
よし、誕生したか。移動しよう。まあ、とりあえず、清水行こう。宝条家を滅ぼしました。宝条家。壊滅授業で、待って、仮装でいいわ。なかなか忠誠誓ってんな。矢沢さんいるわ。矢沢さんね。美濃はそんなもんか。協定、風魔忍者集協定、無理か。いや、ガンガン出陣しよう。とりあえず、取らなきゃいけないのは、羽柴だ。普代に、カイズは、まあ、真田正樹あげるわ。さて、出陣で、本田忠勝。そうだね。榊原康政は、駿府で母兵係。呼び寄せ、北条綱重。参加しません。滅びる国、他ある？さすがにないか。移動。風魔小太郎ももらいたい、できれば。あと呼び寄せで小田原の軍団はほぼほぼもらおう。ここら辺はいいわ。内政技術の開発を進めよう。では出陣で目指す拠点は黒理城に向けて出陣します。承知。技術、内政、肉作、進めましょう。肉作より品種改良いけるか。うん、秋に間に合うね。素晴らしい。上田に帰還した。3万2000か、4万。この兵力も運ぼう。これ運んだら岐阜城取りに行こう。進め。まあ6万ぐらいで攻めれば勝てるでしょ。これ羽柴だもんね。羽柴が早いんだ。カノホーゲット。契約他はとりあえず使うか。やっとこう。で、新設で小田原あげます。兵糧もあげるわ。で、編成でここもあげるわ。ほう。そうか。援軍は？援軍も来れないか。役職はないか。では出陣します。真田幸村、岐阜城に向けて出陣します。イスパニオッケー。呼び寄せで統率高いやつ、ここもらって、こいつのもらおう。知略高い人、本田正信。ここは任せて大丈夫。技術開発もやってる。マッシャ長森、あんまり強い部署いないな、岐阜。行こう。出陣で真田正樹、岐阜城に向けて出陣します。飯田正、もう任せあれ、任せあれ。編成あげるわ。交渉三元やり、まあ教えなくていいや。停戦、あ、ごめんなさい、停戦しません。黒理城制圧できました。韓国で里見、オッケーオッケー、里見も入る。で、編成もらうわ。さて、ガンガン出陣しましょう。まあ次は有機城に向けて出陣します。こんな入ってんね。罵声も突破したいな、できれば。坊主は、内政坊主いいね。包囲しようとしてんな。ほうややめよう。
サトメ家、おり、オッケー、サトメ家滅ぼしました。ほな、強い武将がいいな。亀井さんか。城門を突破しました。そんな強くないけど、まあいいっすよ。さすが本田正信、強いわ。敵部隊抜群。誰これ、91か。編成あげる。うん、ここまで来ればいいわ。編成で任せます。ここもいいわ。我慢我慢。OK です。岐阜城制圧できました。前進。そしたら斬首。斬首で、全部切ろう。さて、姉小路、姉小路韓国で終わるんじゃない？姉小路さんどうすか？終わるよね、戦ってないけど。姉小路さん終わるそうです。早いね。移動で酒井さん歩兵係で、ここに行こう。うん、それでいいわ。では、出陣しましょう。次は、長浜城に向けて出陣します。まあ、混乱持ってく。あとは馬勢、混乱でいくか。姉小路家滅ぼしました。何もしてねえよ。何もしてない。うん、歩兵してね。オッケーオッケー。ここも歩兵してる。十分あるね。敵が我が領内に向かって出陣。桐山はガンガン攻めさせましょう。やってねえわ。契約オランダはないもんな。あると楽なんだけどな。うん、いいな。王様行くか。編成任せる。いいね、勇気城制圧完了。編成勇気。自社州協定はやつら結んでないか。 OK、 本田戦うそのまま自社州狙おう。やろう。意味ねえわ。意味ない。 OK、 あっち行け。さて、出陣でその間に取れるところ取ろう。宇都宮城に向けて進みします。承知。品種改良入りました。肉策。どうもどうも。長浜城制圧完了。秀吉 OK。 秀吉倒した。でかい。これはでかい。奇襲いけるもんなら行こう。奇襲。あとは協定で甲賀忍者衆協定。無理なら機内黒人衆協定。これ承認衆。なんかなんすか。ああ、こいつらはまあいっか。敵部隊壊滅。敵部隊壊滅しました。確認書 OK。 帰れ。さて、そしたら授与であげます。回もあげるわ。ガンガン攻めようか。出陣で次は坂本城に向けて進みします。馬勢任せよ。あれ、真田昌幸町。まあ、混乱持って任せよ。あれ、まあ、こうかな。承知。いや、ここで削れてんのがマジでかい。城門を突破しました。編成めんどい。中入れた方が楽だったな。いや、必陣で組んで烏山城に向けて出陣します。で、出陣。ここも編成でいいわ。まあ大丈夫か。お味方の城が完全に包囲されました。まあ包囲されても大丈夫でしょ。奴ら自社衆結んでるか。うちが切れてんのか。そっか、黒人衆と結んだからか。失敗だな。失敗した。黒人衆協定。黒人衆じゃない、自社衆協定。酒井さん行けます？無理か。打て出るか。出
出陣で石垣あるしね。坂本城制圧できました。坂本 OK。 ここはガンガン行こう。1時間4分、二条御所に向けて出陣します。3部隊にしたいな、できれば。承知しました。変換なんすか。あ、変換しません。全切るんで。捕虜は多いな。佐竹義信、まあいいや、佐竹も切るか。めんどくせ。自社衆結ばなくて大丈夫か。まあ一応結ぶか。時間かけたくないしな。城内に突入しました。編成あげるわ。ここはさっさと制圧しましょう。お味方が城内に突入しました。編成あげる。いや、出陣だな。役職が欲しい。カルセマ城制圧できました。ちょっと回復したら行こう。どうも、何万人も来た。同盟切れたんだよね。契約オランダあるね。今日オランダ、これで馬車に輸送ができるようになる。そしたら柴田家も取りに行こう。地味に柴田家残すと結構時間かかるんですよ。輸送。承知いたしました。オッケー、二条御所制圧完了。遠征二条御所いただいて、沢山取るか。役職入ったよね、さすがにね。真田幸村、そしたら組んで出陣。沢山城に向けて出陣します。真田正幸、承知しました。猪俣もらうわ。編成オランダ OK。 海図結構たまったか。この兵力輸送しよう。板部屋か降雪祭頼むわ。かしこまりました。で出陣で組んで、こんな太田城に向けて出陣します。肉作が入りました。兵糧周りがめちゃくちゃいいな。じゃあこっちにするか。貿易日本と、あ、金だな。ゼロ。舐め腐ってる。羽島に攻められないか心配だけど。敵の軍勢が出陣しました。出陣しました。一回戻るか。まあ二人で十分だよね。帰ったわ。お任せあれ。編成編成編成。あとは呼び寄せ。統率高くて暇なやつ。北条グループか。まあこいつらでも飯田政がいれば十分戦えるとは思う。うん、いいねいいね。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。石山城からか。あいつら傷水軍衆と拠点を積んでる。結構強いな。柴田勝家がどこにいるかだな。承知しました。どこか。あー、これはちょっとしんどいな。あいつら技術は弓機体、結構鉄砲も強いな。これちょっと無理だ。滝川風も連れてこう。では出陣します。気を取り直して富山城に向けて出陣します。知略高い人はいないので、まあなんとかなると思う。一応技法受け、念のため。OK です。沢山城制圧できました。昇龍寺やってんの。
なんかいるな。何をやってるんだ。あ、ご帰宅ね。はいはい。じゃあその間に、ここら辺は兵力ないか。亀山取るか。亀山だったら桐山から出陣でいけるか。うん、こっからで十分だな。そこそこの武将。まあ、いや呼んだ方が楽だな、後々考えたら。ここら辺もらうか。どうも。羊人で、だったら八神。承知。太田城を制圧できました。韓国で。まあ佐竹悪いでしょ、終わんないの。あ、こいつ倒せばいけるな。OK。韓国佐竹終わりますね。 OK。 編成太田城取れますか。誰もいけないか。韓国佐竹、まあこれやっておいて、ごめんね、羊。八神城に向けて羊。お任せあれ。そしたら編成任せるわ。まあ混乱滝川一正が決めてくれればいけると思う。うん、ならば羊人で、まあ、こうかな。承知しました。ここで相馬を取りましょう。うん、佐竹滅ぼしました。敵部隊、まあ、多分大丈夫。うん、いいね、混乱決めまくってるわ。移動で海津城入ろう。海津に入って編成。あとは加増、軽く全員にご祝儀あげて貿易やってる。 OK。 いけるね、いけるいける。飯野甘さがやられるか。まあでも混乱決めてるし。耐久がやっぱきついな。弓戦法怖い。まあまあこれだけ削ればいいわ。だったら一応持ってきますか。またすぐに攻めよう。さて羊人で3回る。春日山城に向けて出陣します。あとは組ませて。承知しました。亀山1万か。お味方が負傷しました。勝てるかな、どうかな。行こう。稲葉ってそこまで強くないぞ。編成。ここから出すか。呼び寄せ盗撮そこそこの人。松倉はそんなもんか。うん、海津、海津余りももらうか。オッケー。あとは、まあ、築城はやんなくていいか。滝川風もさすがに強いな。意外に柴田家結構強いんですよ。柴田勝家を斬首できればこっちのもんだ。捕まろ。オッケー、来た。よし、帰ろう。戦果あり。これ苦しそうな。伊賀忍衆、伊賀か。あ、結ぶか。八神 OK で編成。八神いただきます。うん、これ無理だね。いや、帰ろう。あ、出してくれたんだ。弱、弱いな。馬車が入りました。これで輸送もガンガンできるようになるな。イギリス撃勝、撃ち取ったり。伊藤さん、伊賀 OK。 誰をしちゃった。東道タクトラやったんだ。やるね。お味方
捕らえられました。あ、滝川一馬の捕獲、後で返してもらおう。変化、返してくんね。あ、坊主にじゃん。いいね。返してもらおう。で、出陣で、次は、石山城に向けて出陣します。承知しました。任せあれ。目標輸送、そしたら、鳥羽港に運ぼう。春日山城、制圧できました。韓国は？そうも終わんないか。まあ、危機感で戻して、一人いなくなったな。北条綱重、本田忠勝、もらうか。ジオ、役職、佐竹義重、真田無責。では、出陣で、こいつらって黒人衆結んでる？結んでないか、OK。だったら、出陣で、大津城に向けて出陣します。で、編成、あげるわ。あとは、ジオで、あ、あいつ、一問か。よく一問だったのに切らなかったな。あと、皆さん、戦っていいわ。ぼちぼちね。ヒョロあげる。うん、坊主が暴れてんな。まあここは大丈夫でしょう。石山編成、まあ佐竹義重一人でも十分勝てるかなと思います。どうも2万ね。これ輸送しよう。ガンガン前線。承知しました。6万、これもうまく使おうか。石山楽勝だな。だったら協定で責任者衆協定結びましょう。責任者援軍来ないんだ。石山城制圧できました。では出陣で小高城に向けて出陣します。5、これ築城ね。もう好きにやっていいわ。お任せあれ。敵部隊壊滅しました。引け。まあ出陣で次は姫路城に向けて出陣します。なかなかあそこ兵舎の数がすごいね。姫路戦う気満々だな。山口さん、これ輸送しよう。責任者 OK。 どこから運んだお前。海津か。いやそれはやめようよ。うん、すべてあるから、こんな、もういいや。お味方が城内に突入しました。編成で春日山。では出陣で。柏崎港に向けて出陣します。承知しました。めんどいね。ユキハルトも行こう。お任せください。 OK です。墓地城制圧できました。移動でもらうわ。もう柴田勝家いなければ全然怖くもなんともない。先生で協定で次は忍者衆協定。あとは弓適性高い人ちょっともらうわ。酒井さんか。ここも編成でいいな。じゃあだての伸び具合、岩出山大したことない。他はどうですか。あ、大したことないね。これ取れるな。
ハグロと結んだら速攻で倒そう。まあ大丈夫っしょ。ここも問題ない。あとは羊で。うん、そうだね。だったら二部隊で行かせるか。富山城に向けて進みします。それも柴田家も大丈夫でしょ。色もらうわ。箕輪の兵力4600、これ最後韓国でいいわ。 S 陣岩出山城に向けて進みます。柏崎港制圧できました。うん、移動でいい。編成、あとは南蛮貿易滞ってるわ。やってね。みいけないか。まあ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 、急ごう。ここ頑張りどころ。編成でもらうわ。羽柴もかなり弱くなったな。言ってんね、鳥取やる気満々だな。そのやる気はすごいな。まあいいや、出陣で。次は柴田城に向けて出陣します。ここ2部隊で十分か。任せよ。あれ編成あげます。 OK。 あとは同盟仲間の兵糧が多分ない。1万ね。3万。ここだけちょっと誰かしらもらおう。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。うん、長浜か。鉄砲弓、石垣がある。うん、大丈夫。さすがにやっぱ強いよな。混乱決めてくれれば勝てると。いいね。まあこれなら大丈夫だな。編成あげるわ。どうも。皆さん、鳥羽港に輸送って知ってます？ちなみに誰でもいい。ここは大丈夫。負けてるか。やっぱ伊達は強いな。2万あるんだ兵力。輸送されたか。うん、大丈夫だな。敵の軍勢が伊賀上野城に向かって出陣、出陣しました。うん、まあここか。伊賀上野城、あ、はい、そっちか。だったら出陣で取ろう。神山城に向けて出陣します。先生、気をつもらうわ。急げ急げ。ろくな面積いねえけど、頑張ろう。あの武器もらうか。オッケー。なるほどね、それぐらい強いのか。いや、これ輸送しよう。輸送で小高まで運ぼう。お任せください。先生、一回もらうわ。あんたら使えるので教室に入ろう。韓国で、そしたら登録に上杉入んないか。箕輪もあるから。まあいいや、任せよう。軍団がやってくれてるんだったら。先生、まあ鳥取は大丈夫かな。鳥取城制圧できました。鳥取 OK。 こいつは姫路のやつか。 OK、 行こう。ガンガン前線。ここもう2部隊でいいわ。真田の親子に任せよう。承知しました。移動で、そしたら教室に入ろう。
富山城制圧できました。富山取ったのはでかい、よけた。編成もらう。あとはここ待機でいいよ。オッケー、これで上杉も終わる。終わんねえか。終わんないよ。ん、どこだ。柴竹、オッケー、柴竹ついで取れる。これもでかいな。じゃあ制圧しちゃっていいっすよ。城門を突破しました。ワンチャン月変わったらいけない。無理か、オッケー。だったら取ろう。敵部隊やばせばらくと城内に突入しました。柴竹滅ぼしました。そしたら出陣でイエス。あとはここら辺くも。移動でうちで預かる。で編成、あとは協定で北陸国人衆協定、北陸国人衆協定、兵糧は持つかな。自社衆協定5。上杉、あ、まだあるんだっけ拠点。あるわ。いや、ねえぞ。そんなしょぼくれところなのか。え、捕まんねえのか。まあいいや、じゃあ。出陣で。黒川城に向けて出陣します。狼楽。編成あげるわ。おい。敵の軍勢が領内に向かって、領内に向かって出陣しました。で編成26分か、急ぐか。うん、ダッシュでよかった。兵糧を考えると本庄寺協定、ここも大丈夫だな。その将兵奪えばまあ何でもいいよ。何でもいいっすよ。17,000。90,000か。浜松もらうか。ちょっと一回もらうわ。輸送未熟に40,000ほど。小高、会場から行った方が早いでしょ。進め。では出陣でガンが先に進もう。ガスサントダ町に向けて出陣します。承知しました。取ったのね。 OK。 編成亀山機関で戻して、では出陣します。大和郡山城に向けて出陣します。本田忠勝あげるわ。タイムあげるわ。で出陣で服部さん、任せよ。黒川城制圧できました。これで上杉も入るでしょ。 OK。 上杉も入る。次最上取るか。待って、築城部隊阻止に来てんのかあいつら。だったらチャンスだな。兵糧は伊達さん、伊達の兵糧70,000あるか。高村とか滝川家に願って、うち誰が願ったのこれ。柳生さん、柳生さんやるね。そこで裏切りますか柳生さん。大したもんだな。いや、もがみ取ろう。うん、編成上杉家滅ぼしました。この二人しかいないのか。だったらあんたら使える。小高、編成小高。敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。オッケー。どんどん敵が攻めてきてくれるのはいい傾向だな。輸送出そう。ちょっと前線に運ぼう。米沢、
敵の軍勢が我がレオナに向かって出陣しました。ギョーさん来んな。ガスさんも大丈夫、これも言ってんね。あ、なんか、はいはい、いつものね。はいはい、よかったねよかったね。ちなみに斬首するか、思い出したかのように。まあ、東洋はいらないので契約民進めたい。 OK、 技術って弓いける、弓学者進めるか、今更だけど。うん、ガッサントたちを制圧できました。いってね、いいね、見本の先、これは任せよう。いい、 OK、 貿易で日本と。編成、兵糧もらうか。ならば風魔ことろ出陣で庄川港に向けて出陣します。もらうわ、編成。メンツが弱すぎる。まあこれでいっか。しょうがま、でも帰るんじゃないかな。突進ね。まあ大丈夫だ、この鉄砲がきついな。美穂の関も OK で、編成、美穂の関 OK、 どっか行った。最上社協 OK、 韓国で入る国、最上家で編成で32分か、急ぐか。そしたら出陣で佐竹義重行こう。檜山城に向けて進みします。ちょっと兵力多いな、狼楽で行くか。編成、うん、羊大関高松最下城で羊陣で、まあ最下行くか。で、協定で次は水軍州協定、ここ出せば味方も戦いやすくなるでしょう。黒人州真田無関どこ行った。伊達さん兵糧5万、うん、まあそこそこあるか。そしたら兵糧いただいて、あ、間違えたまあいいわ。もがみ家滅ぼしました。編成あげる。授与で最上義明、こいつは裏切るぞ。ちょっと機内地方急ぎたいな。どうも、編成でいただいて輸送。真田崎どこ行ってたほんとに。吉田郡山城に向けて進みします。お任せあれ。移民学者 OK、 兵力16000か。まあここももらって一気に攻めよう。敵部隊壊滅しました。どこ行った、なんかやってんな。では出陣で梶原さんでいいや。承知、岩出山城に向けて出陣します。承知。ビビったか、あいつらどこ行くんだろう。あ、香水事情行くんだ。あ、ちょうどいいわ。じゃあタイミングバッチリだ、仲良くなれるわ。お味方が気になること、外門を破壊しました。うん、サイカが編成で面倒いことになって
とりあえずここまで行こう。もぐみしたき。行け。鶴が人間ね、はいはい、ちょうどいいわ。なんかうまくはまってんな。大久保忠世、普通に。これには。敵の軍勢が我が領内に。そしたら編成で。出陣しました。まあ、ここもいらない、ここもいらない。で、いいね。吉森か、よかった、びっくりした。そいつはいいや。呼び寄せ。統率高くて暇なやつ、ここら辺もらいましょう。35分か。では出陣で、風魔小太郎。承知しました。岩出山城に向けて出陣します。承知いたしました。もっとこいつらに戦わせよ。敵部隊壊滅。まあそれでいいな。今だ、行こう。ヤマ本願寺剣よ。やれ、どこだ、どこに行った。本願寺剣よ、どこ寝返った。ん、坊主の導きがあったな。いやいや、その本願寺剣よさん、どこっすか。まあここら辺ちょっと使うか。編成、吉田郡山城。まあ、ここは任せていいので。野島か。この峰行こう。この峰城に向けて支援します。この峰。承知しました。どこで裏切った。本願寺賢者さんはなんだ、あれか、ちょっとうるさいな。まあ城も燃えてればこっちのもんだな。では出陣で七尾城に向けて出陣します。ここ大名ここにいるのか。あげるわ。編成。うん、出陣で海面と裏切ったかな。やるね。岸和田城に向けて出陣します。お任せあれ。輸送、まあ、ここは滝川一馬す。5行け。任せるわ。流蔵寺家島津伸びてるか。韓国入る国はまあまだないよね、さすがにね。 OK、 編成で、そしたらもらうか。岩出山ちょっと回復したら行こう。山城制圧完了。奇襲行きますか。敵部隊壊滅しました。兵力の輸送がちゃんとできてるかな。あとは民ってさ、何番貿易って貿易やってたっけ。あの有効度高めてたっけ。やってるか。どうも。38分急ごう。うん、まあそれなら大丈夫だな。ちょっと兵糧がなくなってきた。協定、自社衆協定結ぼう。協定自社衆結んで、契約2、これで差し寄るいける。38,000、素晴らしい。では出陣で。承知しました。伊達をそろそろ蹴散らしたいな。全工事 OK。 編成、
8000何本。 OK。 協定、芝生群衆協定見 OK。 編成吉田郡山貿易で見実写し OK。 編成目標輸送ガンガン前線に運びましょう。まあちゃんと制圧してくれれば何でもいいよ。1万9000かだったら輸送で長浜、うん、鴻峰城制圧できました。鴻峰 OK、 芝生 OK、 さて出陣で次は九州に入ろう。任せよ、敵部隊壊滅しました。戻ってもらっていいですか。退却、いいね、どんどん行ってんね。では出陣でこんな混乱持って下の関港、赤座さんいらないな、もういいや。協定で次は忍者衆協定、協定文豪、うん、いいね。安藤家がアシストしてくれたおかげもあって結構伊達をサクサク取れてる。伊達そろそろいいんじゃない。安藤家 OK、 大伊達は制圧は終わってるか。じゃあ編成で大伊達、なんだ裏切ったな裏切ったな最近裏切りがうちの中でブームになってる。あ、彼ね彼ね、親友は彼ね。任せよ、普通に強いんだよね、戸沢さん。任せよ、役職授与あげるわ。上杉快活坊主いたな。お味方が城内に突入しました。まああえて小野さんに入れさせますか。毛利兵糧切れてんな多分。進め、どうぞ。アントケ滅びろ、オッケー。それ技術開発ってどうなってる。新薬とかさ、あーまあいいや、ここら辺やるか。遅い、遅すぎる。遅い、そのまま行こう。壊滅しました。出陣で混乱持って大友は援軍来れないもんね。文字港に向けて出陣します。九州入れるぞ。承知しました。岸和田制圧完了。行ってんね、オッケーオッケー、ガンガン行け。行くぞ。では出陣で行こう。任せよ。宇津港に向けて出陣します。契約イギリス、ちょっと進めるか。あ、ごめんなさい、薩摩 OK。 敵が我が領内に向かって出陣。お味方が本田正信に突入しました。敵の進んだよ、まあ、任せるわ。OK OK。 さて出陣で次はキーダニ城に向けて出陣します。一回キーダニ取るか。任せよ、いい数だね、素晴らしい。あとは韓国で多分津軽入るかも。入んないか、沼田さんか。敵部隊協定、安藤水軍衆協定。では出陣で香水事情に向けて出陣します。お任せ。おい頼むよ、協定安藤水軍衆兵糧パクリ上げて大丈夫か、まあ、この数ならいいや。遠征任せるわ、好きにやっていい。こうかな、安藤水軍衆 OK。 では出陣で土佐か、あ三戸取ろう。あそこなんてほっといてもどうせそのうち滅びるでしょ。
ラスト韓国でいいわ。津軽は承知しました。遠征任せた。数の暴力、完全なる数。殺傷令が入りました。オッケー、うだつみだと制圧完了。一回切るか。編成もらうわ。あー待ってね、ごめんね。編成でよいしょ。そのまま行こう。勝勢で、ここに兵力これだけあれば多分浮田とかも毛利終わるか。うん、どんどん降伏していくんで。七王城制圧完了。そしたら承知しました。二部隊出そう。承知しました。任せた。七王が終わったってことは前田が終わるか。飛田に OK、 前田 OK で、編成で飛田に次輸送するとしたら、ああそうだな、だったら長浜あたりに運ぶか。羽柴にガスト勧告させるようにしよう。うん、OK。 そしたら輸送、秀次は小田浦臭い長浜。敵部隊壊滅。あれみんなで技法系で協定戸隠し。前だけ滅ぼしました。戸隠しも OK。 ちょっと技法規制 OK。 韓国で終わるよね。だって終わんね。やるね、粘るなか。いや、じゃあ出陣で取るか。任せ終われ。罵声承知いたしました。足軽対出陣。勝水城数でいこう。お任せください。 OK、 森家滅ぼしました。20万ね、輸送。姉小路は風魔小太郎運びましょう。お任せあれ。うんうん、悪くない。お味方が負傷しました。突破しました。激勝。下津井 OK。 下津井が終われば韓国で終わりません。浮田終わるよね。さてさて、だいぶ仕上がってきた。編成あげるわ。で出陣で次は松髄城に向けて出陣します。編成。韓国滅びる国はありますか。伊達も終わる。 OK。 だったらこっからでいいな。そう、3の兵取ればね、多分終わると思うからいいな。城内に突入しました。伊達さん OK、 南部も OK。 敵の軍勢が我が領内に向かって出陣しました。伊達家滅ぼしました。捕らえたり。南部家はまだ南部家まだです。そしたらこの2人で一気に竹崎取ろう。韓国南部。そしたら技術弓。まあこれ大丈夫でしょう。お味方の部隊壊滅しました。浮田家 OK。 捕らえたり。では出陣で次は村中城に向けて出陣します。インドさんがいるってことは島津か。島津にあえて取らせよう。任せあれ。後ろから続くか。下がった。韓国終わる国は津軽 OK。 OK だね。韓国南部終わる、まあ、とりあえず終わらせよう。南部家滅ぼしました。敵の城完全に包囲しました。外門を突破しました。城門を突破しました。韓国で津軽敵将捕らえたり。
津軽組を崩壊。さて行こう。出陣で次は持って室戸港に向けて出陣します。お任せあれ。3部隊いれば十分でしょう。承知。では出陣で後ろから島津を倒そう。承知しました。そのまま行こう。川の上。韓国そろそろ橋場終わりません？おねえか。2万3000これか。まあここ制圧してもらったらあとはラスト取ろう。1万か。1か、はい。ならば丹後水軍州協定。丹後。移動で。鶴組だと。編成。まあ、こんなところだな。オッケー。あとはジオで津軽ためる。こいつは危ない。やりすぎやりすぎ。何何何。一回解除させていただいて。どうした皆さん。じゃあ行くか。承知しました。そっちまで行っていいわ。で新設で全部プラス、ここ以外。土佐水軍州も OK。まあ、そこは任せましょう。村中城制圧完了、北の少女も OK。遠征もらうわ。島津さん、兵糧は44万。めっちゃあるな。兵糧が思った以上にある。まあ、ここも真田に任せよう。大村城に向けて出陣します。お任せあれ。まあ大丈夫でしょう。輸送。お任せください。移動であんたらは鶴ヶ港。編成で川の上もらうわ。超速兵、韓国でそろそろ終わると思うんだ。兵力抜群に持ってきてるんで。輸送しようか。輸送でいただきます。敵将室戸港制圧完了。多分これで終わると思う。お任せくだされ。編成。大量大量行こう。出陣で本願寺県を弓の騎乗に向けて出陣します。とりあえず3部隊でいいわ。こんな。お任せあれ。あ、回復しちゃった。韓国柿崎。終わる国は柿崎だな、とりあえず。これだけ運べば終わりでしょう。13万ね。韓国で大友立花家、立花どうですか。 OK、 そしたら編成でいただくか。まあ、いいや、まだいいや。編成大村。島津は兵力どこにあるんだ。出陣でそんなになんかありそうな感じはしない。そこちょっとあるか。承知しました。征夷大将軍になりました。オッケーオッケー。編成ゆずきもらうわ。呼び寄せで上田の人全員呼び寄せ。移動で行こう。移動ね。あとは韓国入るでしょ。柿崎家滅ぼしました。外門を突破しました。拠点の数は多いとはいえ入るとは思うんだよな。
そこは任せよ。お味方が城内に突入しました。ちょっと拠点燃やすまで待とう。城門を突破しました。立花家滅ぼしました。韓国超速部 OK。 超速部が終わる。そしたら目標輸送、次は佐伯港に運びましょう。編成あげるわ。いやー超速部取ったのがでかいな。 OK。 そしたら出陣輸送だな。輸送運ぼう。うん、全然兵力ないね。油津は島津さん、そんな兵力ないな。あ、やりやすいわ、だいぶいいわ。だったら出陣でボーナス港に向けて出陣します。これでかいわ、嬉しい。おばさんだ協定。そしたら黒人衆協定。編成佐伯では出陣呼び寄せ。盗撮高いやつ。まあこれは終わる。では出陣しましょう。とりあえず熊本取ろう。熊本城、まあ2部隊十分。そしたら次は全然ないね。油津あとは佐渡原上がった。行こう。野島ね、方針で兵糧いただいて編成もらうわ。オッケーオッケー、橋場家崩壊。鉄砲の数4万か、結構あるか。もはや勝てるかな、微妙。編成任せた。じゃね、ごめんね、これミスった。編成でいただいてどうぞ。いないな、来んな。まあ、多分大丈夫。ボーナス港制圧できました。オッケーオッケー、あそこ終わった。韓国はそろそろ島津出陣で、次は内城に向けて出陣します。内城取れば多分終わると思う。承知しました。編成もらうわ。結構あるな兵力。編成でいただいて戻そう。あとはあとは行こう。お味方が城内に突入しました。オッケーオッケー、まだ入んねえか。では出陣で、次は肝付き。もう時間ないぞ。輸送油津、輸送先生。いやーもうちょいだな。 OK、 一時の制圧完了。これ終わるでしょ。 OK、 よし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 、頑張れ、急げ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 。編成でもらうわ、一条。こっからでいいわ、韓国。おー、よしよし。あぶねー。あと20秒ぐらいだ。OK です。ということで、滝川家。
覇王の後継者、無事に天下統一達成することができました。時間にして1時間59分、まあ、40秒ちょっとということで、目標にしていた2時間切りを無事に果たすことができました。なかなか最後緊張したわ。ちょっと目薬さそう。いやー疲れた。大変だったな。いやー、でまあ今回軽く振り返っていきますと、まあいつも通り清洲城を制圧して、でそれから徳川も軽く取ることができたんで、その点は非常に良かったです。真田もね、兵糧ギリギリになって、でも本当に最後のところで粘ってくれたので、まあ、その点うちにとっては非常に追い風でした。あとは桐山城で羽柴の兵力を根こそぎ削ることができたのが非常に大きかったかなと思います。で今回結構輸送隊の使い方がうまくできたんじゃないかなと思ってまして、でまあ佐伯港に大量の兵力を運んだりとか、あとは韓国成功させるようにするために、まあ結構ね、いろんな拠点に大量の兵力を運んでできたので、その点は良かったです。まあ反省点としては、南蛮貿易と技術開発、そこら辺をちょっとおろそかにしたので、まあその点もうちょっとその辺改善できればなと思います。ということで滝川家、覇王の後継者、この辺りで終わりにしていきたいと思います。で今後も RTA 動画に限らずたくさん動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。